がっちゃんです。今日はですね、初めての高速旅行に行きます。まだ暗い早朝5時前でございます。だけど激安で行けるということで、ツアー会社で行こうと思います。がっちゃん、今日は女子旅です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は3泊4日の航空と女子旅でございます。レッツゴ
るや。めっちゃ綺麗。海ビューなんじゃないこれ。ここです、私の部屋。やばーい、キラキラしてる海。開けまーす。じゃ、こっから入るのがすごい。すごい、ベッドがどんな。一番いいお部屋なんだって。で、他にももう一つ少し内側にある安いお部屋もありまして、うん、こんな感じです。どうぞ。行きますか。行きましょう。行こうか。バイバーイ。バイバーイ。後ほど。はい。
っと映え撮らせてよ、映え。やろうやろうやろう。まだあと3日ある？うん、やばいね。今日のおまけに、今日のツアーには実はタイの俳優さんがいます。今日ちょっと仲良くなったから喋りかけてみる。フェイマスアクター、どうもティカー。あ、あれ俳優、俳優、はい、ミーミーミー、あのミスユニバース。中あらいか、ชื่อโต๊ดครับโต๊ดอัครรัตน์ครับไทยมูวี่ไทยมูวี่ไทยดราม่าไทยดราม่าไทยซีรีส์ฟันนี่ฟันนี่วะฟันนี่โอเคเอฟวีดีโอ見てください บ๊ายบายบ๊ายบาย です。朝ごはんはあのビュッフェスタイルでめっちゃいろいろあって、あのその場で作ってくれるさ、あのオムレツとかが私はすごい好きやから、うんうんうん、めっちゃ嬉しかった、うん、で今日は、いろいろアクティビティに行きます。シュノーケルとかイカ釣りも行けるらしい、うん、航空とできるアクティビティは来週のビデオにしようと思います。ということで今日はここまで。それでは皆さんまた来週。シュノーケルね。